FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。今日は8月18日、はい、モーニング8、これから生放送でお届けいたします。時刻は7時35分を回っております。ギノワン市急なギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、木曜日担当私さきみきがお送りします。よろしくお願いします。ということで、昨日は沖縄はウークイ終わる、そう、昨日はご先祖様が天に帰る日でした。皆さんは、そうですね、親戚と集まっていろいろ会話とかしましたか？私はね、バイトでできなかったんですけど、ちゃんと売店に行く前にこのね、ちゃんと手を合わせて、今年も私たちの健康を見守っていってくださいってお願いしました。と、最近オリンピックがやってまして、いろいろな競技日本活躍してますね。そう、最近オリンピックのテレビを見てて、もう久しぶりにバドミントンがしたくなりまして、私、そう、バドミントン結構得意なんですよ。そう、なんかテニスをもともとしてて、なんかテニスやってたからこそバドミントンが一番得意みたいな。テニスよりかなんか軽いんですよね、ラケットが思いのほか飛んでって、スマッシュとかもバンバン決まるから嬉しくなるっていうのがあります。ということで、今日も楽しくお届けしていきたいと思います。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日のメールのテーマはですね、夏休みに行ったところの思い出を教えてください。お願いします。メールアドレスは797@fmginowan.com797@fmginowan.com です。また、FM ギノワンでは、ユーストリームでツイキャスで映像と音声をネット配信しております。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんのツイートをお待ちしております。また、サイマル放送も始まりました。スマホで聞く場合は、FM テイで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワのホームページに再生ボタンがありますので、そちらをクリックしてください。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。と、今日のテーマは夏休みに行きたいところ、行ったところの思い出を教えてください。お願いします。それでは本日のオープニングナンバーに参りたいと思います。今日のオープニングナンバーはね、最近ね、街中ではポケモン GO が流行ってますがね、私だんだん最近ポケモン GO 飽きてきてて、そう、でも、そうね、飽きてるんですけど、まあ、まだアインストールはしてないんで大丈夫です。そう、だからポケモンにちなんだ曲を久しぶりにかけていきたいと思います。と、曲名は Together2007 で、秋吉文江さんが作った曲です。どうぞ。誰よ
時刻は7時43分を回りました。 79.7MHz FM ギノワよりお天気交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からお伝えします。今日は8月18日ですね。南東の風晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うそうです。波の高さは 1.5 メートル、うねりを伴うそうです。降水確率は朝の6時からお昼の12時までは 10%、 お昼の12時から夕方の6時までは 20%、 夕方の6時から夜中の12時までは 20% です。今日の日中の最高気温は33度です。沖縄本島地方では18日は発達した積乱雲の下での雷雨や突風、急な強い雨に注意してください。また満潮の時間帯を中心に潮水位が高くなるため、海岸付近の近い土地では浸水や冠水にも注意が必要です、とのことです。今日めちゃくちゃ晴れてますけど、また雨が降ると思ったら皆さん傘を忘れないようにしてください。最近たまに豪雨が来るのでね、途中で。次は天気をお伝えしたので交通情報をお伝えします。まずは高速からお伝えします。高速の方は今日は大丈夫だそうです。次は一般道に移りたいと思います。今日の一般道を渋滞が一つもない、すごい初めて見ましたね。本当にすごい、お盆明けなのに今日から皆さん会社じゃないんですかね。今日はどこも混んでないですね。はい、ということで今日のお天気と交通情報をお伝えしました。それではツイキャスからまず読んでいきたいと思います。たくさん来てますね、ありがとうございます。皆さんおはようございます。皆さんおはようございます。リサナンの皆さんおはようです。ミーキーおはよう、ありがとうございます。おはよう、朝から暑いね。暑いですね、今日本当に暑いです。日差しがもうスタジオまで入ってきてます、ありがとうございます。あとチャラ AKB ファンさんが、たまちゃん、ミッキー、ツイキャスの皆さん、おはミッキー、チャース。もう朝からチャラいですね。ありがとうございます。と、ケンシロウさんが、音楽の最中は喋らないのかな？喋ります。そう、それ喋ります。すいません。そう。緊張してるんだよ、久しぶりすぎて。やばい。じゃ頑張ります。あと、のの中の、銀の雲さんが、おはようミッキーちゃんって来てます。ありがとうございます。はじめましてですね。ありがとうございます。と、ルドルフ2006ですさんが、止まった。何が止まったの？みんな声が聞こえないって聞いてます。なんだろう。何かたまに起こるんですよね。ありがとうございます。あと、AKB ファンさんが、あれ今日ゆかりって書いてます。そうなんです。今日タマさんじゃなくて、ゆかりさんがミキサーについてくれてます。一緒に喋っていきましょう。ということで、ルドルフ2006ですさんも、たまお休みですかって来てます。そうなんで、お休みです。今日からゆかりさんがミキサーをしてくれます。お願いします。あと、ルルさんが、宜野湾って何県？そう、宜野湾はですね、沖縄県ですね。沖縄の真ん中です。宜野湾。基地があるところ。そう、目の前が基地なんですよ、すぐ。で、なんかさ、この基地を返還されたんです。だっけ？だからか知らないですけど、基地の建物がそう壊されていってますね。うん。と、チャラ AKB ファンさんが、ミーキー今日は 90S だね。そう、洋服が 90S って書いてる。そうそうそう。と、ルルさんが、おお、沖縄って来てます。そう、沖縄なんですよ。ルルさんはどこの出身なんですかね、教えてください。あと、ルドルフ2006ですさんが、昨日、ウークイで疲れたんですよ、車も。そうですよね、皆さんいろんな自分の実家に帰ったりしてたもんから、うーん、ウークイか、行きたかったな。そう、見送りの時まで入れなかったんですよ、あの
内カビ燃やしたりとかする時まで。そう、どうだったんだろう。皆さんウークイで今日二日酔いですか、教えてください、お願いします。とルロス2006弟子さんがゆかりさんがミキサーですねって来てます。そうなんです、今日から二人でやっていきたいと思います、お願いします。あとルルさんが戦闘機とか見えるのって来てます。そう、戦闘機は見えないですね。なんかここはアメリカン住宅みたいな、アメリカの基地の方が住んでる家だったところで、なんかこんな飛行場みたいなところではないんですけど、だから家がいっぱい建てるんですけど、今は人がいなくてだんだん壊されてきてます。はい、ありがとう。でもとてったん M の旦那さんが初めましてよく聞いてます、ありがとうございます。初めましてですね。テッターさんどこの人なんだろう。そう、ツイキャスとか見てたらいろんな県の方が聞いてくれてて面白いんですよね。いろんな情報を教えてくださいと。今日のテーマは夏休みに行ったところの思い出とか行きたいところのお話を教えてください。そう、お願いします。ということで、今日のなんで私が今日このテーマにしたかというと、もう夏休みも後半戦ということで、夏休み私全然遊べてないんですよ。で、なんかもっと遊びたいなと思って、でもなんか遊びたい言っても、どこに行けばいいんだろうって思って、なんか皆さんのなんか思い出話とか、ここおすすめだよとか教えてもらったら、そこに行きたいなと思ってるので、今日は皆さんの思い出もたくさん教えてください。お願いします。ということで、今日来る前に、昨日このラジオで何を喋ろうかなって考えてた時に、まずみんなのなんか行きたい県とか国とか知りたいなと思ってネットで調べたんで、それを発表していきたいと思います。ネットのマイナビさんが載せてるアンケートを発表していきたいと思います。夏に行きたい県ランキングで1位北海道、2位沖縄、3位京都だそうです。沖縄、そうだね、1位の北海道がダントツで1位だったそうです。で、夏に行きたい国ランキングが1位ハワイ、2位台湾、3位がイタリアだったそうです。そう、北海道ゆかりさん行ったことありますか？ないです。ないですか。私もう夏には行ったことないんですけど、冬に行ったことがあって、めちゃくちゃ広くて寒くて、そう、あんまり沖縄って雪が降らないから、とっても新鮮で面白かったっていうのと、なんか冬に行った時に旭山動物園に行って、そこのところでトイレをしたんですね。汚いんですけど、したんですよ。トイレしたくなるんで、人間で。それでそのトイレがちょっと外ら辺にあって、このトイレした瞬間になんかこの水蒸気が出てくるぐらい周りが寒かったって感じです。と沖縄が2位ってことで、沖縄なんか自分たち住んでたらわからないです。沖縄どこがいいのかなっていつも不思議に思うっていうか、だって何もないじゃないですか。そこら辺なんか皆さん県外の方とか沖縄の良さとかいいところがあったら教えてもらえますか、お願いします。あと3位が京都。京都去年行ったんです私も、めちゃくちゃいいところでしたね。なんかいろんな寺がもうバスに乗るだけですぐ見えるっていうか、なんか一つ面白かった寺があって、なんか星の寺、星の寺、なんかこの姉です、ここの寺に祀られてるのがなんか千の利休のお友達みたいなで、なんか横に千の利休さんが出した水みたいなやつがあって、なんかこれで初めて水を作ったみたいな、なんかこの井戸みたいなやつがあって、そこで友達が千の利休のが最初に作った水だって興奮して、なんか持ってた多いお茶のペットボトルのお茶をちょっとパーってこぼして、そこの水を汲んだっていうお話がありますそうですね、日本でもね行きたいところまだまだたくさんあって、私が日本で一番行きたいところはあれです、あの富士山があるところ、静岡、そうそう静岡に行きたい。それで富士山に登って次の日富士急で遊びたいですねありがとうございます。あと、あ、初めましての、なんだろう、香取翔吾さんが
来てます。ありがとう。でもトイレ坂取翔吾さんがトイレの水蒸気わらわらさっきまーって来てます。そうトイレの水蒸気本当にやばかったんですよ。もうこのした時にシュワーってジュンジュワーみたいな感じでシューって来て、そうちょっと汚い水蒸気なんですけどね、すいません朝からすいません。あと香取翔吾さんが星の寺説明下手かって来てます。でも本当に星だったんですよ。名前忘れちゃって誰か分かる人いたら教えてくださいということで、また今大丈夫ですか？今しゃべらなくて大丈夫ですよ。あ、マイク避けましたやばい、今日なんかふわふわしてる。そうだねやばい、私がちゃんと、いやいや全然もうやばい頭がみゆきちゃんが行ってる寺なんとなくわかるよ。わかります、あのめっちゃ街の真ん中に、街の真ん中じゃ違うなでもなんかさ本当に街のなんかちっちゃい小道とかに、おはようございます皆さん、おはようございます。チャラいけびまさか、あ、みっきーお土産は、お土産思い出話しましたね、お土産ですの中の銀のカニ、銀のなんて見ます、ん、銀のカニさんです。の中の銀のホタル、ホタル、やばいホタルだ、カニとかですおはようゆかりんって来てます。はい、5秒前やばい、そうだ、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えします。まずは琉球新報市町村面からです。ペットボトルに白い雲、宜野湾市立中央公民館は13日同館で天気予報から学ぶお天気講座を開きました。琉球朝日放送の気象情報番組ウェザーQプラスのお天気キャスター中曽根さんら気象予報士3人が登壇しました。児童約50人が参加し、気象予報士の仕事や天気の不思議を講話や実験を通じて勉強しました。児童らはペットボトルと炭酸の抜けを防ぐキャップを使って、気圧と気温の低下を利用した雲発生実験にも挑戦しました。気圧を高めたペットボトルを開き、プシュッという音とともにペットボトルの中に白い雲が現れると、児童らが歓声が上がりました。次は沖縄タイムス地域面からです。宜野湾署が実体験教室、宜野湾署が15日市愛知の宜野湾市自動車学校で飲酒運転体験を開きました。アルコールが完全に抜けるには時間がかかる、いかに飲みすぎが恐ろしいか体験し、さらに飲酒運転が犯罪化としてほしいということを強く認識してほしいと強調しました。次に沖縄タイムス社会面からです。地域の誇り胸に、青年ら演舞披露、第51回沖縄青年ふるさとエイサー祭りが21日午後3時から茶壇公園陸上競技場で開かれます。伝統と創造性の統合、地域から世界へと広がるエイサー文化を発信することを目的にする同祭りは今年で51回目の開催です。郷土芸能の部で南城市大城青年会など3団体、エイサーの部でうるま市 S 青年会など9団体がそれぞれ地域の誇りを胸に演舞します。次に琉球新報社会面からです。普天間基地所属米兵障害、14日に米軍普天間飛行場所属の米海兵隊5長が傷害罪容疑で逮捕された件をめぐって、沖縄防衛局は事件発生現場の茶壇町と県に通報した一方、飛行場を抱える宜野湾市に通報していなかったことが17日までに分かりました。防衛局は基本的に県と発生の場所の市町村に連絡することになっていると説明しました。市は町から
情報を受け防衛局に問い合わせた。市担当が再発防止と合わせ今後は市にも情報を提供するように求めました。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えします。しましたしましたやばい、もう本当にやばい。どうしてもニュースが下手くそすぎる。もうやばい。チラガンジュ体操をして行って、そのまま始めて、で曲入れて、その間にスタッフさんに入ってもらう。今日も元気にチュラガンジュ体操を始めるよ。宜野湾市急な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオからモーニング8、木曜日担当さきみきが生放送でお届けしております。この番組は皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日のメールのテーマは夏休みに遊びに行ったところの思い出、それか行きたい場所を教えてください。お願いします。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。
また FM ギノワではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんのツイートをお待ちしております。この後モーニング8ではもう一度お天気と交通情報をお伝えします。そしてメールやツイキャスを読んでいきたいと思います。その後に今日は素敵なゲストさんが来ているので、また楽しくおしゃべりしていきたいと思います。また突撃今日の朝ごはんのコーナーもあります。今日はですね、なんか俳優の仕事をしたり、ブログを書いたり、インタビューアーをしてる人を、キャラが結構濃い人を紹介するので、お楽しみにしててください。お願いします。それでは曲をいきたいと思います。次の曲はガリレオ・ガリレイで夏色。これちょっと昨日原稿があったんですけどね、はい、ちょっと間違いがいくつかあったんです。自分で作ってみたら。奥野さんが読む部分。うん、そう、アルミツヤニス。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。これは質問はこの通りにやってくれる。はい。ここなかなか宜野湾の人通らないのかな、そうだね、多分大丈夫だと思うけど、ね、今日那覇方面になるから。あ、そうですよね、うん、よし、じゃあ顔を混んでません混んでませんあ、そうです、ね、休みが多いはず、今日は。あ、そうなんですか、うん、ウクイナとは出て企業休みなんですよ。あ、そうですね、昨日が一番多くて、うん、その次、今日は。あ、はい、今日休みなんだね、これ欲しいですよね。いきちゃんが、道路交通情報をお伝えしましたっつったら一回 BGM 上げるから、上げて、はい、で下げてゲストさんとみたいな感じで入ろうか。はい、はい、です。曲残り2分です。はい、ミッキーちゃんの中の銀のホタルです。ひらがなで全部書いてくれてありがとうございます。マジで助かります本当に
やばい、ダメだ。ちょっともっと漢字頑張ります。漢字が漢字難しい。やばい。ちょ英語と漢字がもう弱いんですよ。やばい、だどっちもダメじゃん。一番カタカナが得意ですね。カタカナ得意なの？カタカナが得意。むしろカタカナ苦手だな。でもカタカナは並んであると読みにくい。あ、それはそれは超悪い。曲の残り1分です。はい、とルドルフ2000のケイジさんが言ったところ、今年夏、今年の夏7月沖縄旅行ですよ。ごめん、あ、大丈夫です。ドーマンのお魚センターはおすすめですよ。中国にしか聞こえないけど流れてない。あら、あ、大丈夫、ありがとうございます。流れてます、流れました。と、糸満のお魚センターおすすめですよ。中国語にしか聞こえないですけど。ん、糸満の方言じゃない。糸満の方言やばい。ウルルフルフル2006さんのミッキーちゃんは凍らなくてよかったね。凍らなかった。でもね、出たやつが凍ったのか。はい、じゃあ行きます。時刻は8時9分を回りました。 79.7MHz FM ギノワよりお天気交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からお伝えします。今日は8月18日、南東の風晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うそうです。波の高さは 1.5m、 うねりを伴いますと、降水確率は朝の6時からお昼の12時までは 10%、 お昼の12時から夕方の6時までは 20%、 夕方の6時から夜の12時までは 20% です。と、今日の最高、日中の最高気温、最高気温は33度です。失礼します。と、沖縄地方では18日に発達した積乱雲の下での雷雨や突風、急な強い雨に注意してください。また満潮の時間帯を中心に水位が高くなるため、海岸付近の低い土地では浸水や冠水にも注意が必要です。ということです。次は沖縄の交通情報をお伝えします。まずは高速からお伝えします。高速はですね、沖縄県上り巨大インターチェンジのところが、走行規制が工事のためにかかっております。あとは大丈夫ですね。次は一般道に行きたいと思います。一般道の方はですね、先ほどと変わらなく渋滞が今日はありませんね。今日は道が多分空いてると思うので、皆さん余裕、今日は余裕でいろんなところに行けます。出かけてください。あ、やっぱ車で出かけないで歩いて、歩けうちなんちでお願いします。昨日食べたものを消化してくださいね。ということで、以上沖縄のお天気と交通情報をお伝えしました。最初なんか違和感ありません。はい、じゃあ、BGM を避けるので、そのまま、はい、みっちゃん、お願いします。今日はですね、素敵なゲストさんが来てくれています。ということで、今日は小山信用金庫普天間支店の奥間さんが来てくれてます。よろしくお願いします。はい、おはようございます。小座信金でおなじみ小座信用金庫普天間支店から参りました、支店長代理をしております奥間正人と申します。
本日は、小田信用金庫の紹介とあと新店舗の移転先の案内でお邪魔しております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま す。ここ FM 宜野湾の近くの通りですよね。はい、そうです。新しいなんか白くて綺麗な建物が建ってるなと思ったら小田信用さんが建てました。はい、そうです。はい、そうでございます。よろしくお願いしま す。はい、小田信用金庫ではどのようなことを行っているんですか。はい、私ども、小田信用金庫は、地元とともにをモットーに地域で一番安しい金融機関を目指しております。お客様の大事なお金を預かることや融資を行うことはもちろんでございますが、それだけではなく、地元の企業やお客様が抱えているいろいろな課題に対してサポートを行っております。はい、すごいいろいろ地元とともにもっといいですね。いいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、例えばどんなことをしてくれるんですか。うん、はい、本日はですねちょっと3点ほど紹介したいと思います。はい、まず一つはですね、お店を新しく開きたいなど、創業したいと考えている方へは、創業までのサポートを行っております。また、資金調達や、創業後のフォローアップなども行っております。で、今月ですね、小田信用金庫主催で、創業スクールを、開催予定でございます。で、受講生の募集も行っておりますので、興味のある方は、窓口の方でお問い合わせください。お願いいたします。はい、2つ目にですね、経営改善を図りたい、利益を増やしたいとお考えの企業は多いと思います。そこで、小田信用金庫は、沖縄県よろず支援拠点との連携による個別相談会の開催や、国の専門家派遣事業を国の補助金を利用して、お客様を負担なしで受けられる制度のご紹介ができます。個別相談会はですね、偶数月の第3木曜日にですね、はい、開催してるんですけども実は今日なんですね。お、はい、今日ですね小田信用金庫の本店で、はい、9時から、5時までということ で、 ですね開催しておりますので、はい、ご興味のある方はですねぜひ問い合わせをください。お願いいたします。で、あと3つ目なんですけれども、販路拡大についてです。売上を伸ばしたいけど伸ばせないというのが、大半の企業の、悩みだと思います。小田信用金庫はですね、県内の、3金融機関、流銀、海銀、小田信用金庫合同による商談会の開催や、全国の信用金庫とのネットワークを活用して、販路拡大のサポートができます。その他にもですね、新商品の開発や、事業承継についても、専門家および専門機関と連携して、サポートすることができます。詳しくは、信用金庫のですね、各支店のですね、窓口で、ご説明、しますのでお気軽にいらしてください。はい、ありがとうございます。はい、小田のなんかこの銀行ってお金を預けるだけだと思ってたんですけど、うん、いろんなことをしてくれるんですね。はい、そう、起業したい方とかにはおすすめなイベントなどもたくさんあるのようなので、はい、皆さん今日行われるんですね。はい、そうですね、やってます。本店の方でですね、はい、9時から5時までということで、はい、そうでございます。このモーニング8が終わってからすぐ行ってください。はい、そう、9時に終わるんで、はい、お願いします。あとリニューアルに向けての意気込みなど、はい、宣伝とかありましたら教えてください。はい、たくさんあります。はい、お願いします。はい、ですね、まあ、オープンまでいよいよ1週間を切ったということで、まあ、8月20日がオープンなんですけれども、はい、普天間支店のメンバー一同ですね、かなり気合が入ってます。今回ですね、普天間支店メンバーの団結を図るため、移転オープンに合わせてですね、普天間支店のオリジナル顆粒シェアも作りました。で、当金庫では、初めての試みなので、ぜひともそれを見ていただけると大変嬉しいでございます。はい、はい、で、あとですね、今月初めにですね、新店舗のお披露目会があったんですけれども、はい、地元の皆様を招待したんですけれども、はい、70名以上の方が来ていただきました。本当にですね、予想を上回る、お客様の数ですね、期待の大きさを感じております。まあ、その期待に応えられるように、経営を入れて頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、あ、なんかオープンするまでになんかメンバーの団結を図るために、うん、オリジナルのカリシウェアを作りました。はい、そうなんですよ。あ、はい、もしかして今日着てるカリシウェアではないです。あ、ではないですね。今日仕上がってきます。はい、そうなんですね。はい、今日の着てるやつではないです。ではないです。ね、今日も、ね、いいやつなんですね。いいやつですよね。いいめっちゃ綺麗な緑の、はい、ありがとうございます。見たい方は、はい、オープンの時に、そうですね、ぜひ来店。かなりいいものができてますんで、おお、はい、面白い、楽しみにそうですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、どちらに移転されるのか教えてもらってもいいですか。はい、現在ですね、普天間支店のちょっと中通りなんですけど、万年通りというところにあるんですけど、けれども、はい、来週8月22日、月曜日はですね、宜野湾ヒルズ通り沿いへですね移転します。まあ、具体的にはですね、普天間宮から、58号線、勇家に進んで、左手に、三栄さん、大和さん、ローソンさん、
社事さんって、なるんですけれども、うん、その、私どもはですね、ローソンさんとですね社事さんの間に、新店舗を構えております、うん、で新金カラーというのがですねかなりもう鮮やかな青になっておりましてそれが看板が目印になっていますので、はい、よろしくお願いします。すごい、はい、すごいですね。新金のカラーが青ということで、はい、青なんですよ。はい、FM のままも水色なん で、 いいです、ね、似てますね、はい、一緒に頑張りましょ う、 頑張りましょう。道の向かい側ですね。そうですね、はい、ありがとうございま す、はい、います。あと新店舗移転記念のキャンペーンがあると聞いたのですが、はい、教えてもらっていいですか。そうですね、はい、オープン当日の8月22日から、10月31日までですね、はい、の期間限定キャンペーンとしまして、提供金、50万以上を契約された方、または、定期積金の60万以上を契約された方でですね豪華な商品証書入れですね、差し上げます。でまたですね、窓口でいらした方にはですね、先着700名様にですね、はい、豪華トートバッグ豪華おお見てのお楽しみおお気になりますねめちゃくちゃ、はい、差し上げますんで、ぜひ、ね、新店舗を、ね、はい、見ながらですね、はい、まあ、これを機会に、まあ、取引していただければということで、うん、皆様お待ちしてますんでよろしくお願いします。お願いします。はい、気になりますね。気になりますね、はい、あと当日はオープニングセレモニーがあると聞きましたが、はい、当日はですね、はい、はい、ちょっと、まあ、早いんですけれども、はい、7時半からですね、はい、オープニングセレモニーとしまして、地元の普天間産区の、自治会長さんやですね宜野湾市の商会の会長を招いてですね、テープカットが、行われます、はい、でその後にですね8時から、地元普天間産区自治会の小中学生40名によるですね、うん、エイサーの演舞が予定しております。お、はい、ありがとうございます、はい、お、じゃあ朝夏休みの方は、はい、ラジオ体操を終えて、そうですね、7時半にオープニングセレモニーを見て、はい、その後にエーサーを見てください。ぜひ、はい、ぜひ盛りだくさんお待ちします。ありがとうございます、はい、あともう最後に一言お願いしてもいいですか。はい、はい、小田信用金庫はですね、はい、地元の企業、個人に優しい金融機関を目指しております。皆様ですね、本当にお気を入れなく、何でもよろしいですので、来ていただければということで考えておりますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、ありがとうございます。今日いろいろ教えてもらいました。ありがとうございます。はい、オープンは8月22日。21ですね。はい、21ですね。はい、ということで、皆さん、ぜひよかったら、皆さん来てください。はい、ということで、ありがとうございました。はい、小田信用金庫普天間支店、ここまででございました。ありがとうございます。ありがとうございました。どうも。緊張した。いやいや、そんなめっちゃすごかった。はい、ありがとうございます。で、これもあげる。あ、本当ですか。まずこれが新店舗、さっきのこれです。で、ここが食ったんで、これ間違ってるんですよ。あ、トートバッグです。トートバッグなんですよ。で、これが豪華な商品で。ああ、でも見たらちょっとチャチですけど。大丈夫です。豪華。あと、ケースポートやいろいろな使い方ですので。で、これが創業スクールって結構かっこよく投資に呼び込むみたいな感じで、すごい、はい、沖縄結構起業したい人多いですね、うん、多いんですよ。学生とかも多いんですよ。多いですよ。多いんですけどね、はい、廃業も多いんですよ。あ、1位なんですよ。あ、そうなんです。ね、開業して約2、3年ぐらいでみんなちょっと厳しくなってて、あ、結婚と多いしたりとか、もしなんかフライヤーとかもっとありました、多分ここに置けるんで。置ける。あ、そうですか。あ、はい、全然。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、モーニングミートの冷凍のコーナーの感じで渡してくださいました。すみません、バタバタで申し訳ないです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また頑張ってください。基礎情報の取材の方は何人？ありがとうございました。よろしくお願いします。めっちゃ喋りやすい。うん、奥間さんね、何度かお会いしたんだけど。あ、そうなんです。そうそうそう。次終わったらどうします？メール行くか。メール何の日？何の日行って、はい、そのままメール読んで。CM
あんま寝る曲あった方がいいよね、でも電話の前に。あ、なんかいいよね、オッケー。じゃあ何の日、まず始まったら行って、寝る行って、あ、曲行ける。何の日ってメール行って、そうだね。はい、でも何を思うか、高校野球記念日、体格、体格、僕は読まない読まない、読めないけど、頭髪の日強烈な句、体格、どこを読んだ、体格、明治天皇、初めて場所に乗った。あ、これにしよう、よし。香取翔吾さんの今日のパーソナリティさんは石原さとみさんですか。石原さとみさん、もうだったら皆さんめっちゃ聞くでしょでも石原さとみさんめっちゃ好きなんですよ、自分。かわいいよね。かわいい、なんかもうなんか人間ってやっぱりどっかかわいくないなんか瞬間とかあるじゃないですか、見たらなんか動いたりとかしたら、でも石原さとみさんもかわいい、もうどこもかわいい、うん。と香取翔吾さんが、あ、慎吾さんが琉球新報、恐怖新聞、違う、琉球新報沖縄タイム、そう、恐怖新聞、でも読んでみたい、恐怖新聞。残り30秒です。はい、うちらやけびばさん30秒、待って、30秒か、そのまま1回じゃ BGM から入ろうか、の方がいいよね、はい、よし、それでは次は今日は何の日に行きたいと思います。まずは沖縄手帳から紹介いたします。今日は8月18日、旧暦では7月16日です。満潮が朝の6時40分、224センチで、夜の7時40分が219センチだそうです。と干潮がお昼の1時15分が26センチだそうです。と今日沖縄手帳に書かれている何の日は、大田県知事、世界長寿、長寿地、は、世界長寿地域宣言だそうです。長寿地域宣言、やっぱイントネーションがそう、長寿の地域を宣言したのかな、ありがとうございます。ということで次は今日は何の日カレンダーからいきたいと思います。今日はですね、高校野球記念日と頭髪の日だそうです。8月18日なんでですかね、頭髪と、あ、8月18で頭髪、頭髪、お、日本は語呂が好きですね、なんか語呂がいいやつと、ありがとうございます。次は明治天皇初めて馬車に乗る、1871年、すごい、明治天皇さん馬車に乗った日が何の日カレンダーに載ってます、すごい。あと第1回全国中学校優勝野球大会再開、1919年だそうです。野球に関することが多いのかな、この日は。あと岐阜県白河町で土砂崩れにより、飛鹿川にバス転落、死者104人、1968年の出来事だそうです。多分飛騨川の飛騨川にバスが転落して死者が104人だそうです。あと今日はですね、今結構ニュースでも騒がれてる人が誕生日ですよ。
スマップの中井雅宏さんが誕生日だそうです。おめでとうございます。あと堀江忍さんも誕生日だそうです。にします。あと誕生日歌は立ち葵、花言葉は情熱な恋だそうです。8月10日、皆さん今日は何の日でした。それではメールとツイキャスを読んでいきたいと思います。まずメールから読んでいきたいと思います。皆さんありがとうございます。ということでこちらからいきたいと思います。さきみきゆかにおはやうちゅエコサイで出すよ。今日もサザンブリーズ、昨日もサザンブリーズでも言ったけど、自演に夏休みなんてないですが何かで行ってみたいところもサザンブリーズで言ったけどフランスかスペインだな。メインはその国、その国境付近のビレネ山脈をバイクでツーリングしたい。最高だろうな。おすすめはミャークの海。自分の実家のところの海なんてプライベートビーチ状態なんだぜ。ただシャワーやトイレはないからそのつもりでね。写メ送るさ、じゃあ後からやーっとのことです。めちゃくちゃ綺麗ですよ。見ました。なんかメールについてるんですけど、写真が、これ自分で写真で写したんですか。すごい綺麗。めっちゃ綺麗。写真の写し方が綺麗で待って、これエコザイルさん、これインスタグラムに載せたら多分いいねいっぱいいきますよ。そんぐらい綺麗です。本当にありがとうございます。そっか、自営業してるんですね。やっぱ自営業の方はですね、そっか、休みが少ないですよね。バイトとかも雇うの大変ですし、なんか店開けるのも不安ですもんね。と行ってみたいところがフランスかスペイン。フランスとかスペインか、スペイン一番使われてる言葉が多い県ですね。フランス行ってみたいですね。フランスってボンソワでしたっけ。わかんないけどツーリングしたいんだって。あっちに行ったらバイク運転できるのかな、この日本の免許で。どうなんだろう。おー、私も外国行きたいな。ありがとうございます。もう一つ行きたいと思います。とヘイ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 、ゆかりさきみきちゃん、モーニングエイトお聞きの皆さん、おはちーす。今日も出勤ラッシュの電車から、電車乗らなあかんからテーマに行くな。今日のテーマ、残りの夏休みに行きたいところ&行ったところの思い出。俺ですか。俺はね、残りの夏休みに行きたいところは、お盆休みなかったから徳島のあわ踊りを見に行けんかったから、来週あたりに徳島と神奈川に行きたいっすよね。以上だ。香川やばい、香川だ香川に行きたいっすね。以上だ。リクエストが、恋するフォーチュンクッキーゆかりちゃん、よろしくが出てますねチャラい AKB ファンでした、ということで。おお、そうなんだ、中継あれなんだな。徳島の阿波踊りってなんかこのアイリスさん、なんかこの帽子みたいなやつかぶってから踊ってるやつですね。あ、社会の教科書で見たことがある。徳島か、香川、徳島と香川何があるんだろう、気になる。何か名物とかあれば教えてください。お願いします。ということで、さっきよろしくされたので、AKB ファンさんからのリクエストで、恋するフォーチュンクッキーです。どうぞ。この後、はい、途中まで行って下げてって、CM 入れて、はい、電話に行こうか。わかりました。じゃあ電話します。はい。この人って絡みどうしよう。
ない。あ、もしもし、おはようございます。あ、起きてました。ありがとうございます。じゃあ、流れてないです。今曲行ってて、CM 行った後に、じゃあまた電話かけますね。お願いします。失礼します。よし。どうしようか、時間が。そのままフェードアウトして CM に入ります。はい、頑張れ、あと少しだ。よし、頑張ろう。朝この時間食べれないですよ、なんか忙しすぎてちょっとギリギリすぎて起きれないんですよ、いつも。自分頑張って私5時に起きて、すごい。家を6時に出ないと間に合わない。あ、家どこですか？家首里です。あ、すごい。まあ多分間に合う、もうちょっと遅くて間に合うんだけど、遅れたらあれやから。そうそうそう、今日6時に起きて、今日6時10分に起きて。今日いっぱい喋りたいことがある。よし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 。レレさん、ハブがいるところ。ハブ、そう、沖縄ハブがいるところです。ハブね、見たことないけど。そういえばあれやね、あのガッチサビタンの後にそのまま曲に入っていいんだよね。私前空きを作ってしまってごめんね。いえいえ、全然全然。なんか流したくない曲とかある？何かしたい曲。あ、流したい曲とか。あ、流したい曲、いいんです。あ、いいよ。やった。じゃあどうしよう。でこっちで調べるよ。じゃああったらね。あったら、うん、どうしよう、何にしようか。何にしよう、言われたら忘れる。あ、ゆかりさんが好きな曲でいいですよ。私が好きな曲。全然 OK。 じゃあ何かそのままカッチサビタン行った後にそのままじゃあ曲に入ります。はい、お願いします。突撃あなたの朝ごはん教えてのコーナーです。このコーナーは FM ギノワンのスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけ、今日の朝ごはんを教えてもらうというちょっと迷惑な企画です。さて今日電話をかけるのはあの方にかけていきたいと思います。この方はですね、なんかいろいろ俳優業をしたり、ブログを書いたり、あとインタビュアーをしたりしてる方です。ということで早速電話をかけていきたいと思います。よし、ポチ。はい、おはようございます。おはようございます。もしもし。おはようございます。はい、聞こえてます。あ、聞こえてますか。ありがとうございます。はい、今日は中田翔太さんことパニックさんに電話をかけましたはい、ということでお久しぶりです。お久しぶりです。そうなんです、パニックさんではよく前ラジオに出てもらってたんですよね。はい、そうですよ。そうなんです。でパニックさん、ちょっと今気になったことがあって、なんかこの LINE の、はい、今 LINE で電話かけてるんですけど、はい、出てる名前のとこが中田翔太かっこ師匠って書いてるんですけど、それは何ですか？あのそれはですね、あの高校時代のあだ名です。あ、師匠ってあだ名なんですか？はい、高校時代は、はい
おお、そうです、いや、老け顔だですよ。はい、あれですよ、ね、ね、学生時代って学ランがね、多いですから。はい。学生時代は、その学ラン、冬服つけるとね、一部からは、コスプレおじさんと呼ばれたり。そんなに老けてましたっけ？そんなに老けてるんですよ。はい、いや、じゃあ、老けてるんですよ。まあ、そこら辺触れないことにしといて、はい、パニックさんは。いや、もう触れちゃってますよ。じゃあ、まあ、どうぞどうぞ言ってますけど。はい、はい。今日、パニックさんはいつも何をされてる方なんですか？はい、いつもはですね、まあ、はい、フリーでそのウェブマガジンのインタビューとかはしてますね。はい、うん、ウェブマガジンでおきぐらという雑誌がありまして、うん、はい、でそこで、まあ、女性の方にインタビューが多いんですけど、キャバクラ嬢の方にインタビューしてますね。お、キャバクラ嬢に、はい、どんなインタビューをしてるんですかね。はい、いや、モテる秘訣ですね、シンプルに。あ、このパニックさんがキャバクラ嬢にモテる秘訣を聞くんですか？はい、そうですね。おお、なんかすごいですね。はい、そうなんで、周りがざわつくんですよ。うん、こんな人いるんだと。はい。あ、あれですか、なんか、このキャバクラに行って聞くんですか、それともキャバクラ上の方を呼んで。キャバクラ上の方を呼びして、はい、いろんなシチュエーションの場所で、対談をしているっていう感じなんですけど、はい。すごい、なんか。まあ、とある、はい、とある、椅子であったり、まあ、船の上であったり。船、沖縄の船。はい。ハブ食堂の近く。船でやったり。いや、じゃないです。そうじゃないんですよ。おー、でも気になりますね。これはちょっと、親密で。はい、もう。そう、そうです。すごい。ちょっと秘密の方で、シークレットでお願いします。なんか、はい。この電話初の、なんか、アダルティーな感じ。今日。あ、そうですね。そうですね。すごいですね。若干、R の香りはしますよ。すごい、はい、ありがとうございます。あと他になんか俳優業もやられてるということで。あ、そうですね。はい、この前もやった沖縄の怖い話、はい、もお手伝いさせていただきましたし、うん、はい。で、これはちょっとあれです。今プロジェクト9という映画制作チームに所属してるんですけど、はい、今度ですね、うん、9月6日に、はい、沖縄テレビの方で、琉球トラウマナイトがテレビとして放映されますので、はい。去年、おととしと映画を作った、うん、ご参加させていただいたんですけど、今回初めてテレビで、放映するということで。すごい。あ、じゃあ、テレビで見れるんですね。はい、パニックさん。気合が入ってます。お、楽しみにしてます。ああ、僕、見たいんですか？あ、大丈夫です。僕見たいんですか？いや、いや、あ、もう。いや、ということで、ちょっと時間がないので。はい、今日の朝ごはんに参りたいと思います。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。今日朝ごはん食べました？それとも、まあ、今から食べますか？それがね、今からなんですよ。お、今から。今日何を食べます？今から。はい。今日はですね、ポーク卵サンド。お、ポーク卵サンド。自分で作ったんですか？はい、そう。おお、女子力高いですね。あ、静かになった。もしもーし。もしもーし。あ、電話が。あ、もしもーし。はい、はい。はい。あ、つながりました。若干聞こえにくいですね。すいません。本当ですか？じゃあ今日ポーク卵サンド食べるということで。はい。自分で作って。はい。出来の方はどうでしたか？いや、出来はまあまあ、まあまあ、いいですよ。ただ、はい、一つだけ言わせてください。はい。今回母親が作ったんです。あ、そうなんですね。今回母親が作ったんですよ。前日のなんか LINE で、なんか、はい、私、ご飯作った方がいいんですかねみたいな。って言ってたんですけど、あ、お母さんが作った。そうですよ。そうなんですよ。まあね、大丈夫。お母さんが作った美味しい間違いないしですね。なんですけど、もう、はい、あ、いいよあんたと、はい、もうポークと焼いてる焼くからつって、あ、朝起きた時にはもうあれですね、もうキッチンにいましたね。お、はい、さすがお母さん、ありがとうございます。ということで、さすがですね、さすがですね、はい、ありがとうございます。今日はいろいろ聞いて、はい、メールマガジンをやってたりとか、はい、さっき言ってたメールマガジンのこのなんか、キャバクラ嬢とかのインタビューっていうのは、はい、なんていう検索したら出てくるんでしたっけ？
はい、はい、詳しくはあの沖蔵で沖蔵、はい、検索していただければ、はい、皆さん見れます。あの無料で会員登録していただければどなたでも見れますんで、はい、ありがとうございます。ということで、はい、もうそろそろお時間が来てしまいました。はい、すいません、ありがとうございます。またいやもう いきなりの電話でびっくりしましたよ。いやまたじゃあ出てください。いきなりの電話でびっくりしました僕今、はい、今あの電話出た拍子に足をぶつけましてあの血が出てるんですよあ血ごごしながら電話だけなのに、まあ、これは怪我してますよ。朝ごはんなんですね。突撃しちゃいましたね。はい、どっちも、はい、されましたね。突撃で足をぶつけて、はい、ということでもう時間がないので、はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。また、はい、ぜひご覧ください、はい、お願いします。ありがとうございました。でははい、どうもありがとうございます。はい、失礼します。はい、失礼します。ということで今日は中田翔太さん、パニックさんにつなぎました。パニックっていうのは8月29日に誕生日だからパニックって言われてるそうです。ということで今日の朝ごはんはお母さんが作ったポーク卵サンドということで美味しくいただいてください。ということでこっちサビタン、やばいやばい、カメラ、ありがとうございます。曲の途中から下げてメールとか読む、はい、メール読めてないの、はい、あるかなっていう感じ。あ、ちゃんと香川のルドルフさんが香川の名物書いてくれてる。あ、ありがたい。やばい、どっから見てないんだ、待って、やばい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 、ちょっと今だけいるんで新しいとこは、そう、香取慎吾さんが千利休が作った水ってなんだよ、作ったお茶だろうって来ても、そう、 お茶を作った水ですね、ジュンジュワーで、ひめこみっとりさんがおはようって来てます。ありがとうございます。おはようございます。とチャラいゲビファンさんがみきちゃんの思い出もよろしくいたしました。じゃあここの終わった後に次私の思い出話を言いたいと思います。とヨドルフ2006でしたが体得寺、あ、でも そんな感じだったかも、思い出せないけど、そう、体得寺かな、なんか本当になんか神社にしては嘘っぽい感じの、なんかそう、本当になんか最近作られたみたいな、うん、星、二重星みたいな、あとでインターネットで調べてみます。ルルさんが沖縄で住みやすいところってどこって来てます。住みやすいところね、私は宜野湾に住んでるんですけど、まあ都会が那覇って言われてて、まあみんなどこも住みやすいんですけど、私を宜野湾市民から言うと宜野湾市が一番住みやすいかなって、だってなんか宜野湾から出なくてもいろんなところに行けます。常に中心にあるんで、なんか沖縄市行ったり那覇に行ったり北谷に行ったりいろんなことができますね。宜野湾おすすめです。ついに FM 宜野湾もありますしね。ありがとうございます。どうも AKB ファーストさん、メールありがとうございます。リレさんが沖縄って全くわからない言葉話す人っていますよね。そう、私もね、おばあちゃんとかと喋るときは親の通訳がいないと喋れない、あんまりわかんないですね。難しい、本当に。なんか沖縄の方言でやーよーとか言うんです。やーはお前よって言ってるんですけど、やーとかでもやーは家っていう方言で、前にちっちゃいつーつけにゃーみたいなやつがお前っていう表現、そう、なんか区別がつきづらいんですよね。でも若者方言とかもたくさん出てきてるんで難しくなってますね、方言が。とみきちゃんのサービスショットをお願いします。サービスなショットね、ナイス難しい、そう、と難しいな、サービスに決めますよね、だったらこれから。誰にもできる事業の投資してくれるんですか。そう、さっきいろいろ教えてくれてて、なんか
投資とかもしたい人は行ってみたらできるんだと思いますね。いろんななんかイベント他にもたくさんあって紹介しきれなかったところとかもまず電話したり行ってみたりすることがいいと思います。よろしくお願いします。8月22日にオープンなんでその時にお願いします。じゃそろそろ入れようか。はい、1回です。じゃあもうそのまま曲下げてみきちゃんがそのまま喋る感じでいこうか。はい、いける、いきます。はい、ということでそれから、はい、間違えました、接続詞間違えましたね。ということでメールとツイキャスを読んでいきたいと思います。とルドルフ2006リスさんがチャライムクチさん、ここでも活躍中てんてんてんということで、チャライ AKB ファーサーはねもう本当にすごいです。いつもありがとうございます。楽しいですね、いっぱいメールとかコメントくれたら、ありがとうございます。またルドルフ2006リスさんが、香川はうどんです、徳島は阿波踊り、あ阿波踊り合ってますよね、はい、うどん大好きなんですね。私もよく丸亀製麺に食べに行きますね。丸亀製麺は香川か分かんないんですけど、まあ、うどん大好きです。エコザイルさんもうどんだねって来てます、ありがとうございます。うどん美味しいよね本当に。なんかうどんになんかとろろとか卵かけて食べるの美味しい。とルルさんがみきちゃんの朝ごはんは何ですかって来てます。今日は朝ごはんを食べてないんですよ。そういつもこ朝起きるのが苦手で、でも食べてないけど飲んできました、あの R1 ヨーグルト美味しかったです。でも今からまた何食べようかな、ちょ昼ご飯楽しみですね、早く買いに行きたいなということで次メールに行きたいと思います。とこちら行きます。おはようございます。今日も声が素敵なゆかりちゃん、今日も可愛いみきさきまみきさんことみきちゃん、本日9回目のモーニング8、ラジオネーム今日もおかしな銀のドロンボーンです。おはようみきちゃん、今日のテーマは夏休みに行きたいところまたは行った思い出。行きたいところは理想は、あ、じゃあ行きたいところは理想郷のガンダーラか桃源郷、同じものだけどね。そこに行けばどんな夢も叶えられ、争いとか苦しみがない世界みたい、そんな世界ないけどねって言ってます。ガンダーラか桃源郷、桃源郷なんか聞いたことある、なんだろう、ここに行ったら願いが叶えられるんですね。行きたい、願いとか叶えられるっていうの私弱いんですよすぐお願いしちゃいますね今願い叶えるんだったらやっぱ言いません、願いを言ったら叶わなくなるから。ということでありがとうございます。もう一つメールを読んでいきたいと思います。皆さんおはようございます。僕のこの夏の思い出といえば、今月開局したデルタ電機工業のラジオ局に開局の日に訪問したことですね。開局記念特番を生で見たのは初めてで、粗品もいくつかいただきましたよ。開局の日に行ったよっていう人はいますかね。こちらの皆さんはあちらの曲の存在だとをだいぶ前から知っていたんですよですかね。ちなみにスタッフは年配の方が多かったです。ではまた、お豆腐ちょうだい兄弟さんからでしたね、ありがとうございます。そういえばガネコのラジオ曲開局したんですね、初めて知りました。どこにあるんだろう、なんか開局するよって言ってたんですけど、どこで開局したのかなと思ってました。今度行ってみよう。粗品欲しかったな、ミキも。なんかラジオ局、なんかやっぱりこういうメディアのところってなんかワクワクしますよね。沖縄のラジオ局はね、いろんなカラーがあって楽しいので、皆さん、使い分けちゃあれですけど、今日はあっち気分で好きなところをじゃんじゃん聞いてください。お願いします。ということで、さっきから私の、今日はなんかいろいろメールで、なんか夏休みに行った思い出、行きたいところをお願いしますって言ってるんですけど、私の行ったところも紹介していきたいと思います。私ね、最近土日月で香港に行ってきました。香港旅行を家族でしてきてですね、楽しかったんですけど、その話を少ししていきたいと思います。香港に初日行った時は普通に行って、その時初めて、人生初めてビジネスクラスに乗りました。そう、なんか
5人家族でちょっとなんか変な感じだったんでしょうね、多分席順が無料で開けてくれるって、はあ、ありがとうございますって開けてもらって、初めてビジネスクラス乗ってもなんか快適すぎて、椅子なんかもう足が伸ばせるんですよ、で眠れる、すごかった。なんかこんなに差があるんだってやっぱり思いました。それにご飯とかもなんかこのメニュー表が来て、なんかこの全部でも英語で書かれてるんですよ。私英語が読めないんですあんまりだからなんかチキンとか読め、チキンとかビーフとか読めて、でも妹とかに確認してたから、妹英語英検準2級持ってて、でなんかこれなんて書いてるみたいな、チキンとかビーフとか書いてて、あーって呼んでた時にミキが理性みたいな、理性何理性って言ったら、妹がライスだよって言ってじゃあライスも読めなかったんですよ私。それ本当にちょっと知識もっと頑張ろうと思いましたね皆さんもちゃんとライスのことライスって呼んでくださいね。自分理性って呼んでいましたでなんかビジネスクラスで行って、もうめっちゃすごくて、そこでなんか自分が前から見たかった映画、ズートピアの映画とかも一本見れて、とっても充実しました。で台湾に行った時、あ台湾じゃ香港に行った時は見たのは、あの世界でも貴重な部類のピンクイルカを見ました。ピンクのイルカですね。それをなんか見て、 今いるの150頭ぐらいしかもういないみたいで、そこでイルカ見て、そうさっき金のトロンボーさんが言ってたみたいに、そのイルカも見たら恋が叶うみたいな、もうがっつりお願いしてきました、お願いしますって。そうもうでもね、このピンクのイルカちょっとずつしか顔を見せないんですよ。そうだからなんかなかな か, なんか動画とか映してるんですけど、なんか映ってないとこの方が多いっていう本当にそれなんか最初にポストカードがもらって、こんなイルカが出ますみたいなで見た時にもう全然ピンクじゃなかったんですよ。なんかちょっと全然ピンクじゃないじゃんみたいな、なんかプードルとかがちょっとハゲちゃったみたいな、なんかわかる、なんかややピンク、なんかやピンクなのか肌色なのかわかんないみたいな色だったんですけど、実際に本当に泳いでるの見たら本当に真っピンクで綺麗でした。だからよくなんか キーホルダーとかでイルカとか 青のイルカとかピンクのイルカとかいるじゃないですか。ピンクのイルカって本当にいるんだなって思いました。あと2日目は香港のディズニーに行きました。香港のディズニーはね、世界で一番ちっちゃいディズニーって言われてるんですよね。なんかシンデレラ城がめちゃくちゃ薄かったですねすぐ通り抜けられましたね。あとルルさんが香港で何食べましたかって聞いてます。香港ではなんかこのツアーで行ったんでご飯が決まってたんですけど、なんかタイ米なのかな、ご飯は、あタイ米いろいろ食べました。あーちょっとしか喋れなかったな。でももうあとちょっとで終わっちゃいます。また来週お会いします。来週またちょっとお話ししたいなと思います。ということで今日お届けしたのはモーニングエイト木曜日担当さきみきでした。バイバイ。やばい、時間間に合わなかった、すいません皆さん、ありがとうございます。もっと喋りたかった、お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。ゲストさんもいたからね。そうですね、でも楽しかった。楽しかった。楽しかったそれは良かったです。なんか女祭り